ございましたソメイヨシノ、ね、もうそろそろ終わりということで、でもね、あのソメイヨシノ終わりでございますけれども、待ってましたばかりね、八重桜で、それから右手の方に見えてまいりますのが芝増上寺、ここのでしだれ桜大変有名でございます。もうしだれ桜もそろそろもう散っちゃったんじゃないかなと思いますけれども、ね、その芝を過ぎまして、さあ今一生懸命ですね、広瀬桟橋の方に向かっております。書類ちょっと書いておりましたら、あの店長さん、お客さん山口って
私も今